今回はですね、なかなか一歩踏み出せないという、そういう相談もたくさん寄せられるので、そういった方々に向けてですね、お話をしてみたいと思います。自分自身も現状維持のサイクルからなかなか抜け出せないという、そういう期間を経て今独立起業してプロの講師として活動してますけれども、その前は全く現状のコンフォートゾーンからですね、外側に一歩も踏み出せないというような状況が長く続いていました。で、どういうことが起きてたのかなと思うんですね。今はもうこのコーチング理論を学んで実践し、そしてマスターコーチとしてコーチを育成する側とかもやってますけれども、もともとはですね、まあ性格なのか仕事柄なのか、きちんと準備をして情報をですね、徹底的に集めてですね、プランニングし、そして一歩踏み出すというようなこと、まあコンサルですから、経営コンサルティングの会社にいたので、まあそういうことを日頃やっていた、まあ自分の中でもそういうことですよね。クライアント企業の中に入り込んでプロジェクトを進めるという意味では、もちろん失敗は許されないわけであって、そのプロジェクトを成功させるためにですね、しっかりと情報収集して、しっかりといろんなものを検討してですね、リスク管理もして、そしてこのプロジェクトを成功に導くと、そのためにはですね、やっぱり準備がとても大切なんですよね。で、準備をしっかりとすることによって、そのプロジェクトが成功していくっていうことをずっと長年やってきたので、まあそれがまあ染みついてるという意味は染みついてる感じでしょうかね。ですので、独立起業するんだっていうふうに考えていたにもかかわらず、全然こう一歩も踏み出せない自分がいたと。で、時々やはりこう時間が空いた時に、あれ？そろそろ独立起業しているはずなのに全く何も動いてないなと、何もできてないなってことに愕然とする、それを毎年のように繰り返してましたね。例えば年末年始時間があるときにですね、今年の目標とかって立てるときには、毎回と言ってほどそれを書いていたような気がします。今年こそ独立起業、もしくは今年こそ独立起業の準備をするとか。でも1年経ってみて、去年の目標はどうだったのかなと、その部分についてはですね、全く毎年ですね、そこの成果はないというような状況が何年も何年も続いたという、まあ、自分自身そこでまあ振り返ってまた課題をこう抜き出してとかっていう、そういう時間まで作る余裕はなかったと思います。まあ、仕事が忙しかったということもあるので、そういったこともできなかったということだと思うんですけども、まあまあコーチングを学んで実践することによってですね、いや完璧主義では一歩踏み出せないなっていうことにも気づきましたね、すぐに。ですので、どちらかというと、これは苫淵博士からも学んできてるし、成功し続けてる凄腕経営者は大体これやってますけれども、まず行動してみる。そして、そこからですね、課題を抜き出して、そしてその課題を解決する、その次のアクションにつなげていくと。その PDCA サイクルをすごい勢いで回していくんですね。で、最初のプランニングはもうざっくり、まずはこの方向でやってみよう。ある程度の情報収集者も一歩踏み出す。で、その結果としてこんな状況になった、まあ大体うまくいかないですけど、うまくいかない状況をまあ自分なりにこう分析しながら、次はこういうふうにやってみよう、それを高速で回していくっていうことをやっていくんですね。これはまさに完璧主義ではまず一歩も踏み出せないという状況になりますので、ぜひですね、あらあらもう5割6割ぐらいでもうスタートするみたいな感じでしょうかね。で、走りながら考えると、まず行動する、そして走りながら考えると。だから準備をして準備をして、準備ができてからテイクオフっていうふうに捉えている完璧主義者であった自分自身はですね、これは多分全く受け入れられない発想だったと思うんですけども、独立起業して、まあ、そのタイミングでかなりの経営者から学んできていたので、コーチング理論を活用することによって現状の外側に一歩踏み出すことができたということであるんですが、その根っこの部分にはですね、この完璧主義をやめたということですね。最終的には完成度を高めていきたいということを常に考えてますけども、まずはプロジェクトを最初に動かそうと思った瞬間に完璧な状態で準備ができたからスタート、これではおそらく遅いんですよね。だからまずはある程度もう全体が見えてきて、もうここから一歩踏み出せるぞと思った瞬間に飛び出してみると、まあ、うまくいかない状況が続いても、それでも課題を抜き出して次のアクションにつなげていく、この仮説検証のサイクルをとにかく回していくっていうことで、机上の空論ですね、ぐるぐる回しても何も生み出されないという状況ですよね。これだけ外部環境がですね激変して、その変化のスピードも激しい中ですね、しっかりと準備をしてからとかって言ってるとですね、準備をしている段階の情報は、例えば3ヶ月前半年前の情報を使ってそこから行動を起こしていこうという、そういうことになりますよね。
じゃなくて最新の情報を収集してその瞬間にアクションを取っていくことで、常に環境の変化もウォッチしつつ、そして新しい情報も入手しつつ、新しいアクションを次から次へとこう取っていくというような感覚、まあ、これがまさに走りながら考えるというマインド、これは完璧主義から全く真逆な方向だと思うんですよね。ということで、ぜひなかなか一歩を踏み出せないという方はですね、一つ参考になるんじゃないかなと思います。意外にですね、やってみるとできたりするんですよね。まあ自分自身、今はスタッフにですね、動画編集お願いしてますけれども、もともとは自分自身で動画編集をずっとやってきてました。で、動画編集はどうやってやるんだとかね、撮影した動画をどのようにこう自分のパソコンに取り込んで、そして最終的に YouTube にアップロードするところまでやるわけですから、編集してとかってところ、わかんない状況だったんですけども、ゴールイメージがあったんで、まあできるだろうと。みんなやってんでできるんだろうということで、YouTube をスタートした時にはですね、まあ当時はビデオカメラでしたけどね、ビデオカメラで撮影をし、その動画をですね、パソコンに取り込んで、そしてまあいろんな変換をするんですけどね、動画の形式が違ったりなんかするので、その変換にまた時間がかかったりとかしながら、編集ソフトもですね、今 Mac も使ってますけど、Mac の iMovie という無料のソフトを使ってずっとやってました。で、ある程度まあ無料なんですけども、それなりの機能はついてるので、まあまあ自分でいろんなことやってみようというふうに考えた時にはもうこれで十分だなと思ってですね、そのソフトの中でもいろんな機能を自分で駆使しながら楽しみながらやってました。意外にやってみるとですね、できるんですよね。で、それがなかなかできません。講座に通ってからとか、そういう講座をまず検索してとか、どの講座がいいかなってやるよりはもうネットでいろんな情報をググってですね、まず自分で動かしてみる。自分で手を動かしてみる。そっちの方が早かったなっていうふうに思います。自分としてはネットでググって、それを繰り返すことによって、無料のソフトで動画編集をやって、そして YouTube にアップロードするとこまで、まあ別にオンライン講座とかそういうところに通うこともなくできました。もちろんクオリティはですね、それほど高いものでは当然ながらないんですけれども、それでもですね、まずそういうことができたという、それも一つの自分の成果ですよね。例えばその後ですね、YouTube のライブ配信したいなと思いながら、なかなかうまくできなかったんですね。それもですね、いろんなことをこうブログで紹介してくれる人の記事を探してはですね、そういう情報をググって、情報を集めて、結果として YouTube のライブ配信もできるようになったんですね。まあ、これもですね、できるかできないかではなくて、みんなやってるんで、なんだったら高校生もやってるわけですよね。中学生も高校生も大学生もやってるレベルなんで、まあできるだろうということで、ネットでそういう情報を集めては自分で手を動かしながらやってみること。で、やってみたら意外にこんなこと本当できるのかなと思いながらもできちゃったりするんですね。まあそういうことをですね、いろんなことを経験していくと、やはりこの完璧主義ではなく、まずはゴールイメージを作る。そしてあらあらもう4割5割ぐらいの情報が集まったらまず一歩踏み出してみること、うまくいかなかったらその部分に対してまた情報を集めてみる、ググってみる、そうして情報を集めてはまたその課題を超えていく、そのサイクルをぐるぐる回していく、仮説検証 PDCA サイクルをぐるぐる回していくことをやっていけばですね、まあ、どんどん成果が出せるようなマインドになってくるかなと思います。新しいことにチャレンジするときが最もこうワクワクして、どうなるんだろうこれっていう恐怖感に近いような感覚が出てくるんですけど、それも、まあ、いろんなところで言ってますけれども、未来の大きな出来事が起きる予兆かなと思ってですね、まあ無茶ぶりだと思って、そういう感覚になってるだけだと思ってですね、チャレンジをしていくと、まあ、そういう形ですね。まあ自分自身のスタンスとしてはですね、まずは行動してみること、まずは準備をしっかりとするということではなく、ある程度情報を収集したらチャレンジしてみる、行動してみるっていうこと、そこから課題を見つけて、その方が最短ルートを進むかなという自分は感じてるので、ぜひ一歩踏み出せないという方はですね、参考にしていただければと思います。走りながら考え、そして改善し、そしてまた次のアクションを回していくという、この PDCA サイクルを高速で回していく、まあ、これは今後の、これからの時代ですね。まあ必須のマインドセットかなというふうに感じているので、ぜひ参考にしていただければと思います。今回は以上です。ワクワク様でした。